皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香里です。今日は京都府京都市で平の清盛巡りをしていきたいと思います。まあ私はね、黄岩びいきなんで、まあ、やっぱ義経が好きじゃないですか。皆さんご存知だと思いますけど、でもちょっとね、今あの六原にいますんで、今日はちょっとしょうがなく平家を巡っていきたいと思います。ついでに言うと、私あの寝つきが悪いんですけど、最近新平家物語の朗読を聞きながら寝ておりまして、まあ、そんなこんなあって今日はあの平家をね巡っていきたいと思います。ここで本日は古典怪談の語り部でいらっしゃいます正野さんと一緒に行きたいと思います。それでは正野さん、どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。平家びいきなので、ね、そうそうね、方眼びいきと平家びいきで今日は2人で巡っていきたいと思います。早速ですが、今私たちは松原橋っていうところに来てます。松原橋です。これは何でかというと、昔の五条大橋がここなんですよ。もともとここはそう、今はね松原橋になってますけど、だから今日の五条の橋の上で義経と弁慶が出会った場所、ここです。こっちか、ここだ。そう、知らんかった。そうなんですよ、ここで義経と弁慶が出会ったのか。そうなんです。なあ、この辺か、ランタンの上から。はいはいはい、キラリとね、キラリとのやつですね。そうです、そうです。うおー、燃えますよね。燃えます。出会える場所っていいですよね。いい。そして私の目にはですね、六原蜜寺 の、 目あの文字が見えてきてるんですよね。六道の辻って書いてありますね。はい、なので、まあ、ここをほぼほぼ境目として、向こうはもうあの世とこの世の境目になりますよ。あっちがあの世ですね、はい、清水寺がある方向ですね。そうです、見えてきましたね。見えてきました。この本堂は実は、室町時代から残っているそうです。え、室町時代から残ってるんですか。そう、胸厚ですよね。胸厚ですよね。本当に。本当だ、室町時代って書いてある。そうなんです。六原蜜寺本堂、はい、建立室町時代書いてある。世阿弥と同い年でしたから。世阿弥と同い年。この本堂、この本堂世阿弥と同い年。はい、知ってました。その数え方したことない。世阿弥と同い年とかで考えたことなかった。世阿弥と同い年の本堂です。です。光が本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。こちらが清盛公の塚になります。お、清盛公の塚、本当だ。平の清盛公の塚って書いてあります。石めちゃくちゃ古そうですね。ここ何なんですか。霊山観音って言って。霊山観音、はい、そうそう、お寺としてはすごく新しいところなんですけど、はいはい、ちょっとこの中に、清盛に縁のあるものが、清盛に縁のあるものがあるんです。はい、あるのでちょっと行きたいと思います。なんかこれいただきましたけど、はい、こちらなんですか。あちらにお線香立てるところがあるので、あそこに行きます。なんか楽しい、ね、こういうなると楽しい。この観音様の中に実は、昔平家の邸宅内で拝まれていたと思われる石仏があるんですよ。石仏、はい、あの薬師如来の石仏で、薬壺を持っているこういうお像なんですけど、それが、まあ、昭和になってこの中に安置されたというかということなので、ちょっとそれを拝みに出たらなと。なるほど。あの皆さん、ちなみに私たちさっき六原短大行ってたじゃないですか。あ、六原蜜寺に行ってたじゃないですか。あの六原蜜寺なんで行ったかっていうと、あそこに清盛の邸宅があったからなんですよ。すっかりその話するの忘れてたんですけど、すんごい忘れてたんですけど、六原にていうか、あの六原短大、六原蜜寺周辺がもう全部平家 の、 あの邸宅がこうひしめいてた場所 で、 その中にあったお薬師さんがこちらにいらっしゃるという、
わけなんですね。つながってないようで見えて実はちゃんとつながってるんですよっていう話なんです。というわけでちょっと拝みに行っていきたいと思います。中にこれから入っていきます。なるほど。あ、お背中見えます。では行ってきます。はい、というわけで薬師町に安置されていた薬師様を見てきました。拝んできました。平家の乗車必須を眺めた仏様ですね。そうですです。というわけでこの後は平の清盛の息子重盛の邸宅があった場所小松の方に行きたいと思います。はい、はい、小松谷少林寺さんにやってきました。ここは、清盛の長男重盛が住んでいた場所だったところをお寺にした場所です。小松谷の小松は重盛の小松殿から来てます。小松殿ね、はい。なんか新平家物語でも小松谷にその時は御前がいて、うんうんうん、小松殿のところに通いに来てるみたいな、そうそう清盛がみたいな描写がありましたよ。そう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 。ということはここに時は御前もいたんですかね。義経のお母さんの時は御前もこの小松谷この辺りにいたっていうわけなんですね。鎌倉殿でいうと小泉孝太郎さんがやっている宗盛のお兄さんが住んでた場所、はい、小松殿、なんか小松殿ってなんか優しげなイメージですね。すごく人望があったっていうのですね、やっぱり。彼が、重盛が、清盛よりも先に死んでしまったがために平家が没落したって言われるぐらい、もともとやっぱりそれだけ後白河法皇とのやり取りとかも全部上手にやってたから、悔やまれるというか、なんか今の宗盛っていうか小泉孝太郎さんがやってる方の、次男、はい、宗盛いるじゃないですか、はい、っていうか私小泉孝太郎さんがそれこそ重盛に見えるっていうか あんな感じじゃないのみたいな。あでも兄弟2人ともあのタイプなんですかね。いや宗盛はもうちょっと違う、なんかもうちょっと やんちゃなイメージっていうか、そう、まあ、清盛がまあ、言うたらちょっとエスカレートしたりとかするのを止められなかったから、はいはい、宗盛はよっぽどやっぱ重盛が人間的にすごく優れてたんじゃないかとそんな思われます。なんか新平家物語の朗読でも結構なんかたしなめるじゃないけど、うんうんうん、父上みたいな感じでちょっとストップかけてるイメージがありますね。ですね。平家物語の原文の中でも、うん、後白河に対して兵を向けようとした清盛を諌めるのに17条の憲法かなんかを引き出して諌めたっていうシーンがあって、かっこよみたいな、かっこいいっすね。立派な山門、めちゃくちゃ立派です。小松谷って書いてあります。あれなんか急に佐藤継信忠信の塚っていうなんか出てきた。これはお参りしましょう。うん、行くしかないですね。これはね、佐藤兄弟といえば皆さん私の YouTube、見ていただけましたか。そこで徳川四天王じゃないわ、義経四天王のうちの2人佐藤継信忠信の兄弟の話をYouTube でもしたんですけれども、その2人の塚がなんと先ほどの小松殿の場所からすぐ近くにあるわけなんですよ。もう目の前に見えてるんですけど、YouTube でもお話ししましたが、最後佐藤忠信は義経一行と別れた後にこの京都でわざと誤報を流して義経が捕まらないように孤軍奮闘するわけなんですけど、佐藤忠信は最後上等と二人で自害するわけなんですよ。今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいねって思ってくれたそこのあなた、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。